皆さんこんにちは。世界の藤島チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。なんと本日はですね、スペシャルゲストをお迎えいたしております。藤井ケインさんです。こんにちは、ケインでございます。すごいんですよ。すごい、今日もう真っ赤と黒でもう何も言わないのに ね紅白歌合戦確かに赤組の新人でしょ。演技がいい、演技がいい。なんかいつもあやねのチャンネルは、どっちかというとファッションをさ、伝えることが多いじゃない、今日はなんかものすごい喋る感じのスタジオなんですけどそうだね、もう喋るんだよね。何日前ですかね、白コーデの日をね、渋谷にすごいね、渋谷歩いたら言えないけど、お友達のあのあやねの親友の方の誕生日会を何度もやってるんですけども、そうそう、私も2回参加して、そのうちの2回目があの焼肉屋さん、宮迫さんのね、あの撮ってもらって行ったんだけど、焼肉屋なのにその人のテーマがあのホワイトコーデっていうのでね、みんな恐る恐る言ったね。あれなんかついた日にはどうすんだよ。そうそうそう、7人、うん、7人全員真っ白、道でそれ歩いたわけ。そう、しかも渋谷のセンター街しかも若い子ならいいけど、まあまあな年の、まあ、ある意味大迫力のね、そう、うん、妙齢女子ね。若者たちはビビったんじゃないですか。ビビったからちょっと離れていったね。普通は見に来るんだけどさ、ホーゼのね、あれそうそう、ホーゼの絶対ちょっとこう消えて私たちが真っ白でポツンって言ってそうもう何時間かそのままにされちゃう、多分天に召されそうなぐらいねみんなでね、お祝いはするんだけど、普通はケーキじゃないですか、でもご飯屋の後、しかもまあうちのね、西麻布のゲイバーに行ってくれて、で何をお祝いしようかって、またケーキ出されても食べないじゃない、もったいない、フードロス今ね、じゃあどうしようかって考えた時に、そのうちのママがね、自分がおむつを履いて真っ白にして自分がケーキになればフードロスにもならないしいいっていうことで、すごい、あ、素晴らしい明暗だとね、皆さんも何回もその人の誕生日、もう2回目やってるから、もうやろうと、そうそう、今日3回目だから、真っ白の衣装に着て頭にろうそくをつけて出てきたんですけど、それは便所で火をつけてやれって言ったのに、なんかその急に恥ずかしくなっちゃって脱ぐのが、更衣室みたいなところで火つけて脱いで、で私にあの登場の挨拶してくれて、挨拶して出てきたんですよ。まあ、もしそれつけれたらね、これでもちょっとつけていただいたら分かると思うんだけど、そうしたらそれを出てきたあとね、頭につけてるから感覚がないんだけど、衣装に全部火がついちゃって、ぼやっと、ぼやっと、ぼやになっちゃって、ハッピーバースデーってやってて、あー、煙よってケイが言い出したら、ってみんなで。でも、臭い臭い臭いって、なんだろう、遠くから窓が開けてあるから、それかなと思って換気で、でも違うと思って、パッと開けたら、もう、ぽか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 火が出て、でも何もないから、もう、パパパパ消したんだけど、もう、マイクとか、真っ黒っけ。そう、マイクも燃えたんだよ。燃えた。でもそれがすごいのが、おじゅばんが燃えたんです、赤い。まあ、ほんとこんなような赤いおじゅばん。私の衣装なの。いつも着てる。そう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 。お気に入りのやつ。いやーと思ったんだけど、さすがね、燃えて追加した後、もう一回最後に、なんか馴染み惜しかったのか、もう一回着て、それで場所をやってて。だから服が好きなんだなって、そうそう。ただあれはまあ、後で見たらもうちょっと結構袖がダメでね、処分しました。そうなの。また新作買っときます。うん。あれがあるじゃん、あの私がさ、最近お会計をしないでもみんな払ってくれるっていう、あ、最近ね、だけどそれが逆でね、たくさん来た時は勝手に、あのありがたいぐらいに、だいたいこんぐらい飲むだろうっていうのを決めて、私がの店なのに、こちらがお会計の決めてくれるのはい、一人いくらぐらいね、はいはいはいって、でもうちょっとあれ飲みなさい、これ飲みなさいってやって、こう価格が決まるんだから、私それをいただいてお布施のようにいただく会計になってるんですけど、あの本当はそうじゃないのよ、そういうのは、まあ、この方だからあれですが、でもそうじゃなくて、一人とか、たまにお友達二人とかで来てくださる時もあるの、ちょろっとね、仕事何、今日は30分1時間だけだよって、カラオケだけ歌いきたみたいな、そういう時に、まあ、うちのそのまあ会員制の方のお店は、まあ、有名な方も結構普段から多いから、お客さんが
もう有名人とか、うん、ちょっとそういう方が内緒で来るお店って思ってるわけですよ、うん、でまあこの迫力と風貌じゃないでテレビで見たことあるみたいな、あだからあ芸能人だそういう有名なことやってる人はまあ確かなんだけど、またお友達になってる人も来たんだけど、その人がなんて言ったりとか、まあとある芸能人に似てたんだよねそしたらその方そうだと思い込んじゃって、うん、一緒にカラオケ歌ったりしたら、まあ歌上手だから、うん、ハモってくれたりしたわけ。そしたらあのもう芸能人と飲ませてくれたっつうのでさ、お金を全部払っててくれたわけよだけど嘘とは言えないからそのままにしてありますだからどうしようこれ見ちゃったらその順番おかしくしたりとか、うん、ちょっとその空間悪くするとめちゃくちゃ怒るの、その時はもうおじさん本当、うん、なんかもあるじゃない、ちょっと変なのが来てさ、その席ぐちゃぐちゃにするとあんたみたいなもうわかるでしょ、急にうわー宇治島親分の時があるの、目がもうすごくあるよね。だからあやねっていう、私が見たプライベートな可愛らしくて人気でみんなでもうどこでもついちゃって、もう何でもかんでも楽しいゲイっていう、そうハッピーな人と、もう仕事頑張りまくってるちょっと負けず嫌いな藤島綾子、世界の藤島と、もう一人いるのが藤島親分全部が共通するんだけど、どれもいいとこなんだけど、それが過激に出るんだよねきっと。だから多分良かった、こういう商売で。普通に本当にさ、だから森に放されたら多分本当すぐ撃たれちまうよだからやっぱこういう人ってここにいないと、だって私だってこんなどっかの工場に行ってもいやよ工場長とかなんかあったかすいませんなんだお前はってちょっと借り上げの調子があるんだけど、首じゃん。だからやっぱみんなちゃんと自分に適したところに私らは入れたんだよね。そうだね、きっと見てらっしゃる人でさ、多分あの憧れて見てる人も多いと思うんだけど、本当、うん、でもその人たちは多分どっかで あの時ああすればよかったなっていう部分もあると思って見てると思うよ、うん、だから素敵だなと思って見てると思う。やっぱゲイバーってさ、うん、なんていうのかな、本当に性格悪いやつあんま来ないと思うのよ、うんうん、だから修行みたいなもんで私らの耐えれるっていうのがやっぱできた人が来るんじゃないかなと思って、本当にいいお客さん多いからね、うん、いやケインのところは特に多いよ。まあね、普段入れないからね、うん、人をね、偉そう偉そうに見て、誰だ誰の紹介だ名称先ですしかもこの人分かりやすいから、好きなお客さんとかにまあだーとかってやってるくせに、あのあいらっしゃいませ、で帰る時もありがとうございましたとか言って全然別人なの。じゃ担当があるから、担当じゃないとこに話しても変な話聞いてもいけないかななんて思って、それ新宿のお店とかね、それ西麻布とかじゃなく銀座とかじゃなく地域を変えた田舎とか行った時はもう誰でも喋るよ、本当、うん、逆にそれで怒られちゃうぐらい、本当あのやーだーって知らないけど、とりあえずやらなきゃと思って大げさにやるんだけどそうしたら客じゃなくて本当にちょっとこれお金ないような人だったりいやそれは田舎でもよくないわみたいなこともあるから、そこは見極めないとね。この人は本当にすごくって、なんか経営者としてもすごく優れてるし、下を育てることとか、例えば大体こういうお店のお店の経営者って大体ママとは合わなかったりとか、いろんなお店のここのママはいいんだけどここはダメとかってあるんだけど、ちゃんと12店舗の店を13店舗ごめんしかも東京だけじゃないんだよ、そう日本で一番ゲイバーを経営してるんだけど、ちっちゃい店だからね、もうね任せてて、そのママたちが若いのにみんなすんごい稼いでるんだよね。まあ、はい、あ上下ありね、まあ、もね上下あるんだけ あるんだけど、うん、そう、それがなんかしかもつばちゃんとかけんちゃなよとか息子とか娘みたいに育てる ね、そうそう、スタッフを育てたりとか、もうあんたは大丈夫任せるわみたいな采配が経営者として素晴らしいと思う。すごいこと言われちゃった、嬉しいわ。いや前から思ってたんだけど、でも聞いてるさ、うちのスタッフはそうかなと思ってた、うんまずあやねのいいところね、うん、あのまあもう皆さん知ってる通り、もう頑張り屋よ、うん、何でも頑張る、走っていく、もう遊びも仕事も一生懸命、うん、もうそれはもうあの私ら の、うん、あの藤島劇団入れる人はそれがやってない人は
入れないもんね、うん、そうだね、うん、仕事も一生懸命やって遊びも一生懸命やって、そうするとそれをね共有し合うと、うん、すごく遊びながら何か、あ、そういうあの子っていいの、こういう関係になったりするよね、うん、っていうのがまあすごいところなんだけど、2はね、私も一番やっぱこうファッションのチャンネルで本当に思ってることね、うん、で私もそれを聞いてうちのスタッフにお話しした話なんだけど、うん、まあね、あやねのすごいところの、うん、まあ皆さん知ってるのは、うん、とにかくファッションに詳しいの、うんうんうん、しかもまあ多分自分の服をこういうところで着なきゃいけないんだけど、うん、もうねハイブランドとか私が変わったブランドとか持ってくるじゃない、必ず、あ、それどこのあれでしょうそれどこどこで、しかもそれだけじゃなくてその後で逆に、うん、あ、それねどこどこのブランドが作ってる工場でも作ってるのよとか、うん、これはどこが権利を持っている、うん、このねやつはねフランスのあのところが大体作ってるから一緒なんだよとかね、うん、だから要はその記事とか内容まで言うわけよ、うん、だからそういうのがねやっぱね私すんごいなって思ってるところと、うん、それを私ね、そのあやねがね、うん、話したことね覚えてないかもしれないけど、それをねメモってきたのね、うん、それね、うん、と読みますよ、あのね、読み始めて、読まないとちょっとごめんなさい、ちょっと老眼が始まってきてるからさ、目のチコチコしてんだけどね。じゃあ、あやねが言ったことを書いたんですよ、うん、違う、あやねに私がファッションのこだわりって何とか、うんうん、どうやったら商いい商品が今実際売れてるわけじゃない、うんうん、ね、多分 QVC、まあ、1、2とか言えないけど多分もう1番、2番が売れてるのよ、うんうん、じゃあ売れてるってことは買う人がいる、じゃあなんで売れてるのか私が聞きたかった、なんで私も商品とか作るからね、うんうん、でそれで聞いたの、覚えてる、なんて言ったか覚えてるかな。じゃあ言ってる、じゃあここから曲にしますうるせえなおかまと思ってると思うけど、だからね、あのね、私はね、あのプライベートやパーティーとかファッショニスタが遊ぶようなとこ、うん、ハイブランドも着てきますよ、うんうん、しかもまあぶっちゃけ、うん、たくさん買ってるじゃん本当は、うんうんうん、持ってんのね、うん、ただ皆さんの前ではあまり見る機会がないけど、私といる時とか、うん、なんかちょっとお金持ちがいるようなパーティーとか行くとね、うん、まあぐらっとハイなファッションをしてますと。だけどそのハイファッションってね、ハイブランドのファッションっていうのは流行ってわかるって言われたの、その流行っていうのは流行ってるってことじゃない、うん、それは流行じゃない、流行が流行る前のもので、私が今お届けしてるのは流行、流行ってるもの、旬なものを皆様に届けるのじゃないと着れないよね、普通の人がっていう話をしたのよ、覚えてる、うん、覚えてない、覚えてないの、あら、これはいい話だで、それそのままパクって今してんのにじゃあそう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 、で、うん、その時に言ったのはだからそれを、まあ、ハイブランドだったら同じようなね、まあ分かんないけど、うん、こうニット作るか知ってるじゃない、うんうん、そうするとこれがさ、例えば、まあ、PE ブランドね、うん、まあよくある、うんうん、ハイなの、まあ大体いいのだったらまあ18万円、うんうんうん、ね、ちょっと安くたって8万円じゃ、うん、まあ8万以下ないね、うん、うん、って、うん、聞いたことあるかなぐらいのブランドじゃないと、うんうんうん、だそれぐらいはするわけよ、うん、で作ってるとこも一緒、じゃあ何が違うかって、まあブランド名なんだけれども、うん、でもデザイン性っていうのはいいわけよ、うんね、うん、だからそれをそのままそのクオリティでそのままいいものを提供してったら売れないわけがないから、うん、逆に言うと売る努力は私してないっていうわけよ、うん、かっこいいこと言うわねっていう話で、そんなこと言ってたんだ、だから売る努力はしてないんだけど作るものに努力をしてるっていうわけよ、うん、あらすごいわーって、これだけでいいんだ5分の、うん、早く藤島ってでそうそう、だからその時に、あ、私それだなと思って、最近ね価格決まって何千円のなんかプロデュースしてもらえますか、うん、こういうものを作れっていうのが結構あったわけで、うんうん、その最近は売れない案件のものも作っちゃったりしてて、うんうん、でもまあ規定があるから仕事はちゃんとしたんだけど、いいものを作ったつもりなんだけど、うんうん、もう作る段階で制限があるものを作ってるね、うん、この人は違う、努力をさ安くするためには数売りゃ安くなる方式だから、うん、だけどそれ売れるって分かんないわけよ、うん、そこがねやっぱ男気よね、何でも、うん、だからそこがやっぱりね藤島綾子すごいなっていう 2番、うん、まだ2だ次行くで経験してもらって3もありますよまあね、3はねやっぱね、あのモテる女ってことね、うん、なんでモテるかは、うん、やっぱりさ、犬でも猫でもさ発情してるとモテるじゃない、うん、で要はだから発情してる女って思った、私、うん、本当、じゃそれって発情って聞くとエロいと思うんだけど、うん、もう私はそうじゃない、もう女じゃなくなっちゃったなんていう人モテないじゃん、うん、モテる人ってモテるし、芸能人でもみんなとやりまくってるわけじゃないんだけど、うん、なんか語ってなんかセクシーな発情してるっていうか、フェロモン
が出てるのあるじゃん。フェロモンが出てるの、うん、出てる出てる。え、初めて言われたかも。出てるよ、もう終わってる感覚。だけどそのフェロモンが全部男に行くフェロモンじゃなかったってだけよ。あ、だからそれがだから女にすごい人気じゃない。うん、で最近オカマも来ちゃうじゃない。だからそっちの比率が多くなって男が減っただけで、うん、モテてはいるんだ人に。男にモテてないと思う。モテてない。あ、でも払ってくれるかみんな。そうなんよ。あ、じゃあモテてる。じゃあだからそれがさ、まあ、それやっちゃうかどうかっていうのはさ、うん、それはもう本人の心の問題だから、うん、だそうじゃない。やっちゃわないで結婚してる体なんだからさ。そうそうそう。体じゃなくしてるじゃない。してるんだ。そうそう。だから体じゃない。そう思うと、やっぱそのモテるっていう要素を結構自分でね、分かってるから、いつも発情してる女。なるほど。現役な女だなと思うのが、私も、あ、もう私オカマだし、もうこんなんだからダメだな、じゃなくて、私も発情しなかったなと思った。へぇ、うん、で、ホモ用に、なんで帽子かぶってるかって、ホモ用にね、それで飛ぶんだけど、髪の毛昔金髪だったの。可愛くしてたのね、うん。それを黒にしたわけよ。ホモにモテるように、男らしく、うん。それがもう最悪。もう、で、帽子ね、うまくまちゃんになったんだけど、そう、だからやっぱりモテ、私の場合モテようとして失敗しちゃった。面白すぎるじゃん、ケイ。カリアケ。チャンネルの方がいいんじゃない。で、ちょっとすごい見る瞬間よ、もう。他のこれサブのやつ、これサブのやつ、サブ知らない。だからこう、そう係長みたいになっちゃったから。係長いないよ、こんな係長。これ見てほらほら、ふわーってこうしてふわーってこうなるでしょ、うん、でもそれがこうパッてなると、お現場監督っぽい。そうでしょ、ね、で、床屋でやってたぞ、スッとこう感じになっちゃうのが嫌でなっちゃったんだけど、やっぱり私はちょっとフェロモン間違ったけど、だからファッションが上手イコール何が言ったんだろう。フェロモンが出ている成功した女です。